みなさんこんにちは毒蛇の弘前銀行の素敵な場所を紹介するシリーズ今日も桜祭り開催中の弘前公園の様子を紹介したいと思います皆さんこちらなんだかわかりますかそうです花いかだが現れました弘前公園のお堀にいやー最近ですね雨が降ったり していていそれでも花はねそんなに散ってなくて安心していたのですがなんか昨日の夜多分強い風が吹いたのか朝になったらですね花いかだが結構できてると思ってちょっとびっくりしましたそしてまた夕方こちら大手門の辺り撮ってみたんですけれどもお花はね ちっちゃったっていうほどな,なくなってはないんですけど、まあ、満開でちょっと葉っぱが見えてきたかなっていう感じなんですけれどもお堀のところはねこんな感じでめっちゃ花びらがたまっていて花いかだと呼ばれるまあ本当に天の川っていうんですかねミルキーな感じになってますよね。本当にこの辺りには もう撮影の皆さんがねいっぱいいらっしゃいましたね全然人が写ってないですけど実はいっぱいいるんですよねはい今日は夕方6時ぐらいですかねにちょっと行けたので撮ってみました大手門から入ったところですねえ意外とちゃんとお花咲いてますよねはい全然満開 なんですけれどもものすごく今日も寒くてですねもう春っていう感じじゃなくて冬っていう感じでしたのであの、ね、雨で散ったりとか暖かさでは散ってないんですけどちょっと風で散ってしまった感じそしてとっても寒さが厳しいのでお花はもうちょっと長持ちする感じはするんですけれどもそうですね週末は雪の予報なので。 どうなるんで,しょうかでも今日明日はあ今日明日はそうですね今日はすごく花いかだがきれいだったので明日も多分この花いかだは、えー、美しい姿が見られるんじゃないかなと思います。えー、弘前にお花を見においでになる皆様は防寒の用意を忘れずにしてきてください。お花はきれいだけどとっても寒い可能性がありますので、えー、天気予報を見てですね 暖かい格好でぜひいらしてください、えー、今日もト蛇が現場からお伝えいたしましたではまた